ドラえもん共演の声優がのび太役の小原典子さん訃報を惜しむ、納得いかないとやり直したい、と。大原典子、大原典子、1935年10月2日から2024年7月12日、本名戸辺典子、戸辺典子は、ベテラン声優、声優、現在はプロダクションバオバブ所属。彼女の息子はサンライズのアニメーターである戸辺敦雄です。彼女は、のびのびた、ドラえもん、ドロンジョ、ヤッターマン。コナン、未来少年コナン、名探偵コナンではありません。ピーター、アルプスの少女ハイジ、おゆき、うるせえ奴ら。クラウディア・ラサール、超時空、としての役で最もよく知られています。要塞マクロス、2007年の第1回声優アワードでは、最優秀賞を受賞。テレビ朝日系アニメ、ドラえもんののびのび太役などで知られる声優の小原典子さん、享年88。が亡くなっていたことが23日明らかになり、声優業界から死を惜しむ声が上がっている。多くの声優たちはメールや関係者伝いですぐに情報共有し、それぞれの収録現場で小原さんの話題で持ちきりになった。ドラえもんで共演経験のある声優は、現場で何度かご一緒させていただきました。収録前は周りに気を使う優しい感じでしたね。ひとたび収録が始まると、自分の演技や掛け合いのセリフ一つ一つにこだわりを持ち、仕事に真摯に向き合う姿が印象的でしたと、ゆっくりと言葉を紡ぎながら忍んだ。小原さんはアドリブに定評があった。アフレコで自分が発したアドリブでも、納得がいかないとやり直したい、とディレクターに相談して撮り直してもらう。それだけ、のび太というキャラクターにこだわりを持ち、ているのだと感心したのを覚えています。前で声優。生前、ライフワークだった講演会では、心と言葉、心の通う朗読の世界をテーマにしていた。キャラクターの心を誰よりも意識していた小原さんだからこそ、自然にそのキャラらしいアドリブを出せたのだろう。声優として幅広い役をこなし、なおかつ個性的で憧れの役者さんでした。背中を追いかけていました。また一人、素晴らしい声優さんがいなくなりました。ご冥福をお祈りしますと前で声優は結んだ。